最新のシステムソリューションで工場・オフィスの最適なシステムをクリエイト。人と環境を明日へつなぐイノテック。郡山市に本社を置く株式会社イノテックは、工場やオフィスなどの設備や機器、システムを扱う会社です。創業は1946年。システムの企画から設計、施工、メンテナンスなどエンジニアリングサービスを通して、安全安心で働きやすい環境を提供しています。イノテックでは創業以来、国内のメーカーと業務提携して幅広い事業を行っています。制御機器、電子部品の販売や工場のシステムなどの提案を行う制御事業、各種プラントの電気設備の設計、施工、メンテナンスなどを行うプラント係争事業、情報通信設備や消防・防火設備の提案から施工・メンテナンスまでを行う情報通信事業、主に3つの事業で地域の企業をサポートしています。2017年には経済産業省から地域未来牽引企業に選定され、地域経済をリードする中核企業として成長性が見込まれています。仕事は主に消防設備の点検をさせていただいています。お客様によってこの消防設備の対象が変わってきて、それを考え、この建物にはどういう消防設備が合っているのかとか、そういうことを考えるのはすごく楽しいです。イノテックでは若手の人材育成に力を入れています。毎年継続的に新卒採用を行い、入社後は年齢の近い先輩社員のサポートを受けながら仕事を進めていきます。最初は先輩の補助として現場に入っていくんですけれども、業務の内容もそうですし、個人的な悩みだったりも相談できますので、難しい分野なんですけれども、日々勉強しながら本当にやりがいを感じています。丁寧に教えてくれたり、あとは分かるまで付き合ってもらったり、何回も説明していただいたりするので、そういう指導をしてくださったおかげで、だんだんと自分の自信につながっていきました。イノテックでは働き方改革に伴って、2年ほど前から社員の業務バランス、残業の有無などを確認する週例を毎日行っています。自分も実際に子供がいて熱を出したりとか、保育園から急に呼び出しが来ても周りの人がみんなフォローしてくれるので、そういう面ではすごく働きやすくていいなと思います。子育てしながら働く女性のことを理解してくれる人が多い環境だと思います。女性社員の育児休暇取得率は 100% を達成し、復職のサポートなど女性にも働きやすい職場作りを目指しています。時代の変化に伴って、お客様のニーズも今言葉でいくと IoT、 ロボットっていう言葉があるので、そうすると可能性的には非常に高い会社なのかなというふうに思ってます。積極性を持っていかに粘り強くやっていくかっていうのが大事だと思うので、まずそういう人材を求めます。工場やオフィスを働きやすくする身近なパートナー、人と環境を明日へつなぐイノテック。